そう、これはね、まあ、ダイソーでね、売ってる、まあ、鉄板。まあ今ね、330円で売ってるんですけども、まあ、今度ちょっとね、まあ、肉を焼くのに買ってみました。145のね、まあ、200っていうサイズで、で、まあ、固形燃料を使ってね、こう焼くんですけども、まあ、このままだとね、結構手が熱くなりますんで、ちょうどいいね、ちょっと台を作ってみましたんで、これはまあコンパクトにね、まあ、足が畳める台で、これでね、まあ、火をちょっとつけて、で、この鉄板をね、この台の溝に、そう、挿入、ギューンとね、挿入すれば、これで。まあ、いい感じにね、燃えてますんで。まあ、2個とかね、やったりとか、もうちょっとね、高さ上げるのもいいかなと思いましたんで、さらにね、改良します。以上です。